こんにちは。エステティシャンの映画だ話。今日はサイドエフェクトについておしゃべりしていきたいと思います。で内容ですが、スティーブン・ソダーバーグ監督が薬の副作用が招いた殺人事件とその事件に潜む陰謀を描いたサスペンス。幸福な生活を送っていたエミリーは、夫がインサイダー取引で収監されたことをきっかけに、かつて患ったうつ病が再発。 精神科医のバンクスが処方した新薬により、うつ症状は改善されたものの、副作用で無勇病を発症し、やがて無意識状態のまま殺人を犯してしまう。主治医としての責任を問われ、社会的信頼を失ったバンクスは、エミリーに処方した新薬について独自に調査を開始、やがて衝撃的な真実にたどり着くということで、 えー、この精神科医のパンクス役をジュードローがやっていて、で、無誘病、副作用で無有病発症しちゃう役をルーニー・マーラーがやっている。で、えー、その夫役がチャニング・テイタ。まあ、結構すぐ死んじゃうんですけどね。あの、ルーニー・マーラーに殺され死んじゃうんですが。で、えー、かつて、患ったうつ病を見てもらった いた医師、ジョイさんがキャサリン・ゼタ・ジョーンズということで、まあ、かなり豪華キャスト。スティーブン・ソダーバーク監督だからっていうのもあるんでしょうけど。でですね、あのー、まあ、結構そのフィルマークスの、あのー、なんだ、レビューとかも2点、3点、4点みたいな、あの話で、本当にそうです。 本当に、あの、あ、最初は、無遊病で、その副作用で、あの、殺人起きちゃったんですね。から、今度、ドローが、責任を問われて、あ、でもこれで終わりか。ってなったら、ドローが今度、ルーニーマーラを怪しむわけですね。あこの人、本当には、うつ病発症してなかったんじゃないか、そもそもってなって、で、 えー、調べていくうちに、ルーニー・マーラーとキャサリン・ゼタ・ジョーンズが仕組んだ殺人だったと。無罪になるための,その、うん。殺人だけど、まあ、副作用だから、その薬の責任があるということで、無罪になるのかな確かに。で、そう。で、夫を、その、殺したいっていうことと、株で儲けるんですよね。その、製薬会社。 株が落ちるじゃないですか、そんな。その、ね、殺人を犯しちゃうっていうか、無遊病の副作用がすごすぎるっていうことで。で、その、インサイダー取引みたいな。からもう、インサイダー取引で苦しんだもん、インサイダー取引で儲けるみたいな。いや話で、あ、このままそれで終わんのかなと。<laughs> で、重ドローンも警察にかけ合うんですけど、いやいや、もう立憲無理無理みたいな。 あんたが頭おかしいと思われるよ、みたいな感じで言われて、なんか奥さんとかもいなくなっちゃうんですけど、で、あのー、と思いきや、こっからこの逆襲というか、ジュードローの巧妙なこの逆転劇というか、あって、まあ、後半に行くにつれどんどん面白くなっていくので、あのー、 106分でね、これもう短くキュッとまとまってるんで。まあ、まずルーニー・マーラがとにかく、ええー、やっぱりいいですね。この不安定な女をやらせたら、この人に、す、ね。不安定な女をやらせて、この人に上手い人いないんじゃないか。あ。まあ、あれもいるか。あの人。キャリー・ミリガン。もういいけど。 まあ、あの人はちょっと可愛いが強すぎるけど、キャリー・マリガンか。あの、うん、それぐらい、1位にを争う。で、まあ、あのー、最終的にこう、まあ、たね、こう、こういう理由でしたみたいな。ルーニー・マーラーが、キャサリン・ゼタ・ジョーンズで組仕組んでましたっていうのが分かって、最初の方のルーニー・マーラーの様子を見ると、 ああ、なるほどっていう納得する感じもあって、っていうのも、その、あの、チャニングテータムがまあ習監されてって、その時は割と普通に暮らしてるんですよ。で、面会に行った時もなんか普通に抱き合ってキスしたりとかして、普通の感じなんですよ、めちゃくちゃ。おー、おー、おー、と思って見てたら、出てきた途端に急に不安定な感じになっていくんで、あ こっからもうスイッチオンしたんだなっていう、なんかその、特に説明とかないんですけど、あー、うにニマラ、なるほどね、みたいな。なんか、その、へーってやっぱうまいんだな、みたいな風に思った点だったりとか、あとその、これまあちょっと話と関係ないんですけど、なんか、その、チャニング・テイタムと結婚したのも、 その、要はチャニングテータムがすごいエリート、エリート金融マンで、もうこの人と結婚したら、私はめちゃくちゃ楽な生活できると。いわゆるもう会社に乗ってみたいな。で、なんか豪邸に住んで、ブランド物のバッグ持って、遊んで暮らせると思ったら、その結婚式の日に捕まっちゃうのかなやった日、なんかパーティーみたいな。でも、 あのその多分詳しくは言われてないけどドゥルニー・マーラはその貧しい人バーでえバーで働いてる時にチャニング・テータムになんかナンパされたみたいな出会いの話を言ってたんですけどまあそういう話ででなんかそれで悩んでる時にキャサリン・ゼタ・ジョーンズに会ってみたいなそこでなんかいい仲になってというかキャサリン・ゼタ・ジョーンズが多分自分のこと あの、好き、意持ってるなっていうのが分かって、そっからこの計画を株で儲ける。チャニングテータも殺しつつ、その、なんうう恨みを晴らしつつ株で儲けるみたいなのを計画してた。で、その、まあそういう流れなんですけど、なんか、ですごい魅力的なわけなんですよ。ルーニー・マーラってね、可愛い,いし。 なんかちょっと不安、不安気でなんか。だけど、なんか見る目ないなっていうか。なんかまあ、世の中に玉残し狙いで玉残し乗る人っていっぱいいると思うんですけど、なんか、もうちょっとうまくやるよなというか。うん。不幸続きな感じというか、なんか。見る目ほんとないな。チャニングテータムも,も捕まったし。 キャサリン・出タ・ジョーズの、あの、ね、作戦も失敗したし、で、十ドローを巻き込んだのはたまたまで、たまたまその、なんか、自分にその、無勇病の中、があるとされる薬の副作用があるとされる薬を処方してもらう意思を探すために、なんかこう、わざと、 車を壁に激突させるんですけど、まあ、そこで出会ったの、激突して、で、病院、行った病院先で出会ったのが、重泥、たまたま。だったんですけど、まあ、それも運がないというか、重、ま、泥、あ、じゃなければ、暴かれることもなかった。して考えると、ルーリー・マーラーって見る目もないし、運もないんだな、っていうのが。 あれだし、十ドローはやっぱすごい精神科医ってね、あのー、大変なお仕事だと思うんですけど、なんか、それをやってる人ってやっぱ根気あるのかなみたいなふうに思いましたし、いや、そうですね。あとなんか、あのー、最後の方で、あのー、えっ、ー、と、まあ、 結局、ルーニー・マーラーが病気扱いされるわけですね。その重泥ン巧みな、こう、なん,ていうんですか。巧みな罠というか、それによって、あの、キャサリン・ゼッタ・ジョンズとも会えなくなっちゃうし、みたいな、なるんですけど、その時に、あの、ルーニー・マーラーがや、ーンに、その、報、報告書書書いてもらう。わないと自由に動けないから、なんか報告書書いてみたいな風にいうシーンがあるんですけど、 それはやっぱりドラゴンタトゥーのね、あのシーン思い出しましたね、なんか。はい。あの、弁護士、後見人にね、あの、許可取るシーンありましたけど。はい。なんかフェラーしないと、なんか報告書悪く書くぞってドラゴンタトゥーの時に言われてましたけど。 いや、ま、なんかルーニーマーラってそういう役が合うなっていうふうに思いましたし、なんかちょっと懐かしくも思ったりして。はい。で、最終的にはもう、あの、本当に10ドローの圧勝というか、なるんで、まあ、痛快は痛快ですよね、あの、ロー側で見てると。その最初ね、ひどい目にあいますから、最初の前半はね。で、 と思ったのはそのジュードローをここまで本気にさせたものってどこかなと思ったらそのキャサリン・ゼタ・ジョーンズがです、ねまあ、これ以上我々のことを調べるなよっていう意味でそのルーニー・マーラとジューとドローがさも浮気してるかのようなそれを匂わすような写真を送りつけるわけですよ。何,何もしてないんですけどね。 でそれを見、送りつけられた奥さんが出てっちゃうんですよ。で、それによっても、う鷹が外れるというか、十ドローバー。おっしゃも、失うも何もねえから、とことんやってやろうっていうふうになっちゃうんで、こう、追い詰めすぎるとよくないですよね、本当に。やっぱ遊び残さないとダメなんだなっていうふうに、えー、思いましたし。いや、なんか、うん。まあ、 あとねやっぱアメリカの人ってなんかアメリカの映画でよく見ますが鎮痛剤よく飲むシーンありますよねあのなんかオレンジっぽいなんかねプラスチックのなんか円柱のね見たになんかすごいあの薬ねあの飲んでるイメージありますけど本当に薬飲んでんだなっていう。 で、まあ、どこまで、映画なんてどこまでどうなのかわかんないですけど、普通に抗うつ剤のなんか、ポスターがガーンって普通になんか CM っていうか、ポスターとか CM でやってたりとかするんで、すごいですね。うん。いや、本当に、薬飲んでる人いっぱいいるんだなーっていうふうに思いました。はい。っていう感じで、あの、 ま、あ結論とするとルーニー・マーラが好きなんで、私は。もうちょっと、今回なんかもう、見る目もないし、運もなかったな、っていう、えー、感じでした。はい。っていう感じで、まあ、あの、でも、すごい、あの、面白かったし、短いですしね。そんな長くないんで。えっ、ー、と、これ、確か、ネットフリックスで見れたのかな。サイドエフェクト。はい。 ですね。あの、ま、ね、マジックマイクよりは全然好きです、私。アマゾンプライムで見れますので、ぜひご覧になってみてください。終わりです。